モハメド・ヨネロファンキーポーズに対してもお構いなしだ。ノアでずっと戦ってきた相手とノアで始まったばかりの自分、レジェンドとの対戦に気合い十分と語ります大和田優。フォアに気持ちを乗せてモハメド・ヨネの胸を貫いていきます。プロレスリングノアの旗揚げ戦が2000年8月のこと。2001年からノアに参戦していますモハメド・ヨネ。いや井上さん、はい、参戦に伴い過去の実績一度捨ててトレーニングに打ち込んだモハメド・ヨネですよね。そうですね、本当にこのヨネ選手もね選手ですね。さあ思いエルボーとしてドロップキック。